窓ガラスが割られた自動車車上狙いとは、自動車等の積み荷や車両内から現金や品物を盗むことである。一般的には、車上嵐とも呼ばれるが、これは古い犯罪手口の呼び方である。警察庁が現在示す手口分類では、車上狙いとひらがな表記をする。車上嵐の認知件数推移、1973年以降、 法務省と警察庁の統計によれば、統計データのある1973年以降、最多であった2002年をピークに減少し、2019年の認知件数は54,010件となっており、統計データのある1973年以降、最低の件数となった。車両部品ではナンバープレートが盗まれることが多く、2019年に盗まれた 車両部品の半分近くを占める。なぜなら、ナンバープレートを撮影する N システムや監視カメラによる警察の追跡や捜査の目を誤魔化し、犯罪の発覚を遅らせているために窃盗団がナンバープレートを盗んでいるからである。その他にも、カーナビゲーションやカーオーディオ、あるいはタイヤアルミホイールが狙われる。ハイブリッドカーなどではバッテリーが盗難される事件も、 少なからず報告されている。警察庁の統計より2010年から2019年の間で一番多い被害品はバッグ、財布類であり、車上狙いによって盗まれた全被害品の10%後半台で占めており、だんだんと占める割合が増加しており、2019年は20%近くまでいっている。ついで、カード、有価証券であり、 全被害品に占める割合が2010年の14%台から2019年の18%台にまで増加している。そして3番目は2009年と2010年はカーナビ、2011年以降はナンバープレートであり、カーナビの場合、全被害品の10%台、ナンバープレートは7%以上10%未満の割合で占めており、 ナンバープレートの占める割合も年々増加しており、10%近くまで来ている。4番目は運転免許証であり、全被害品の6%以上10%未満の割合で占めており、ナンバープレート同様年々占める割合が増加している。また、2019年の被害品数は83,725品であった。 さらに前日の車内部品は17,303品であり、車上狙いによって盗まれた全被害品の約2割を占めているが、その内約48.1%をナンバープレートが占めている。かつてカーナビは2010年時点で盗難品数が31,868台であり、盗難品種の第3位に位置していたが、2019年は459台と、 約69分の1となった。そして、カーオーディオも2010年は1101台とあったが、2019年は37台と、約29分の1に減っている。そして、日本損害保険協会の調査より、2020年2月中に、車上狙いの被害により、保険から支払われた件数は224件であり、年々減少傾向にある。ありがとうございます。